皆さんこんにちは、ワンダルフルビーです。では今回は、ギレンではアクシズの共有部位、ハマンアクシズ編、続きをプレイしていきたいと思います。ルナ2の攻略作戦前回提案を受けたんですが、これ攻略を済ませておきましたので、ルナ2はすでにハマンの勢力圏内に入っています。今回は、キタンズの本拠地グリープス2へと進行していきましょう。早速、特別作戦発動です。我が軍はこれよりグリプス2制圧作戦を発動する。残党狩りと称し我らの同胞を死に追いやったティタンズに今こそ復讐を果たすのだ。諸君らの健闘に期待する。エウゴとの抗争によって疲弊したティタンズは本拠地グリプス2に戦力を結集し最後の抵抗を試みようとしていた。追い詰められたティタンズはグリプス2のコロニーレーザー砲を切り札として一大反攻作戦を狙う。ハマンはティタンズを打倒し宇宙の覇権を手にすることができるのか。ティタンズはハマンを撃退し再び宇宙を手にすることができるのか。地球圏は固唾を飲んで死闘の行方を見守るのであった。ティターンズがグリプス2のコロニーレーザーを使う前に部隊を派遣してこれを奪取してはいかがでしょうか。コロニーレーザーを獲得できれば今後の戦闘を優位に進めることができます。コロニーレーザーの奪取作戦が提案されてますが、これイエスを選択すると AU ごと即時敵対関係になってしまうのでノーを選択します。でこれによってそうですか、グリプス2に入った時にコロニーレーザーを撃たれてしまうので おとり部隊を送ってコロニーレーザーを先に撃たせる、空撃ちさせる、そういう作戦を演じていきたいと思います。緊急事態です。コロニーレーザーの空撃ちですね。避けられません。コロニーレーザーにより我が軍の部隊に深刻な被害が出ています。といってもガザーシーを3ユニット派遣しただけの空撃ちなので、まあほぼほぼ影響はないですね。ではおとり部隊を引かせて撤退しましょう。では空打ちさせたグリプス2に改めて本体を送り込みます。兵力差拮抗しているのでビグザムの攻撃をうまく使って効率よく敵に損壊を与えていきたいと思います。なのでビグザムをまずは前面に出していきましょう。では本格的な交戦状態に入りましょう。ここは砲撃を使っていきます。まず衝撃、砲撃で敵に大損害を与えていきましょう。ここのサラも撃破するし、この河川上に入っているゲーツキャバ、この辺りも一気に葬り去りたいですよね。キャラスーン、お前の力存分に示すがよい。猫目のキャラの力どうぞご覧ください。お美しいハマン様。キャラとハマンですね。ここは最も死守しなきゃいけない重要拠点なので、ハマンとガルバルディに乗ったキャラスーンを入れておきましょう。さらにこれだけだと心配なので、誰かパイロット乗りもう一人ぐらい入れておきたいですね。しかも耐久があってそこそこ耐えられる人材を入れておきたいので、そうだな、ハイザックだとちょっと厳しいかな。ただ牛でもいい機体ということで、ここはハイザックの 2D 連を入れておきます。で特に攻撃をこっちから仕掛けるようなことはしないでおきましょう。さあでは交戦状態に入ります。まずはビグザムの砲撃でどれくらい敵を仕留められるか、あとはティターンズのエース機にどれくらいパイロットが乗ってるか、まあ、そのあたりの、ね、見極めをしていきたいと思います。マラサイにはモンシアが乗ってますね。ある程度モンシア強いユニットにはなっているので、ここで倒せたら大きいですね。しかも砲撃戦、戦艦からの砲撃で倒せたのもまあ大きいかな。森のサマーにはサラが乗ってましたね。ラブスレイには誰も乗ってませんでした。バイアラン強力ですが、ここゲルググマリーネ指揮官機で攻撃できます。バイアラの格闘はね、とにかく注意が必要なので、できれば射撃戦で仕留めたかったですよね。
ここはラカンダカランです。ガブスレーの2スタック、それにジムクエルですね。ラカンダカランはまだですね、ケンプファーで頑張ってくれてます。そろそろ次のユニットに乗り換えてもいい頃かなというところですね。そしてここからミクザムの攻撃2連射。これでね、本当にどれくらい削れるかでこの戦いの趨勢が決まると思うので、どんどん打っていきましょう。次のターンもね、打てるだけの余力は残してありますから、打っていきます。敵を引き入れてビクザムの攻撃で仕留める。シロッコがいました。パラスアテネに乗ってますね。まあ、パラスアテネでよかったですね。サイコガンダムマーク2だったり、ジオンに乗られてるとかなり強敵だったと思うんですが、まあ、パラスアテネであればなんとかやりようもありかなと思います。でパプアによってビグザムに補給を行って砲撃連射していきましょう。この砲撃が、まあ、ある意味命綱になっているので、まあ、しっかりで、ね、砲撃当てていきたいと思います。この激戦をなんとかこらえられれば勝機が見えてくるかなと思いますので、もう1ターンこの攻撃なんとかね、しのぎたいなというふうに思っています。ここでレコアさんを仕留めました。レコアもパラスアテネになってましたね。なのでシロッコとレコアがパラスアテネ、あとまだ確認できてないんですけども、サイコガンダムマーク2、これがいるので、これに誰乗ってるかも重要ですね。あとハンブラビ、これも誰が乗ってるか確認したいところです。ビグザムはここまで3連射してます。グリプス2の攻略戦途中ですが、これキューベーレーの開発プラン来ましたね。待ちに待ってたキューベレー、これ即開発に乗せましょう。あとバウも来たな。このあたりはどうだろう、ちょっとでも早く開発したいですね。ハンマハンマも強いし、お金に余裕がある今のうちに思い切って新兵器開発を行います。まずキューベレー、まあ、ガザシーとかどうでもいいですけど、まあ、お金に余裕があるうちに入れておきます。ハンマーハンマー。バウ。まあ、このあたりですかね。で、このうち、倍額投資してでも欲しいのが、そうだな、キューベレーとバウは欲しいかな。シロッコも、ようやく、撃墜です。残っている強敵はサイコガンダムぐらいですかね。エネルギー切れさせて消滅させるっていうのもちょっと考えておきましょう。サイコガンダムマーク2、誰が乗ってるか分かりました。ロザミアですね。ただもうエネルギー切れを起こさせているので、このままこのサイコガンダムを放置して、その間に他の部隊を撃破してまいります。ゲーツキャバも撃破ですね。まあ、ビグザムがやっぱり強かったなっていう印象があります。ビグザムの砲撃でだいぶ敵を削ってくれたのでね。こんなところで朽ち果てる己の身を呪うがよい。はい、これでグリプス2の制圧完了しました。ティタンズ本拠地グリプス2の制圧に成功しました。ティタンズは滅亡です。ティタンズとの交渉によってエウーゴは疲弊しています。今エウーゴに対して全面攻勢、エウーゴに対して全面攻勢、つまりエウーゴと対決ということですね。これちょっと戦力回復するのを待ちたいので、一旦ノーを選択してみましょう。確かにエウーゴは疲弊しているが、我々も想像以上に戦力を消耗している。一旦アステロイドベルトに帰還し、次の機会を待つのだ。了解しました。申し訳ございません。これはもしかしてエンディングを迎えるパターンじゃないか。やっちまったから、
地球でご勉学いただく手はずを整えさせておりますゆえ、これからご出立されますようお願い申し上げます。地球に行けるのか。はい、ぜひとも。地球か、ハマーンの心遣いにはいつも嬉しく思う。はっ、現空域からは離脱する。やっちまった。セーブしてないからめんどくさいことになりましたね。アクシズ特別勝利になってます。これでもエンディングにはなってるのかな。ちょっと戻って、立て直しを行うというかね、ヘウゴとの対決のパターンに、変更をして、いきたいと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきます。ティタンズの本拠地グリプス2の陥落によって幕を閉じる。戦いの趨勢を見届けたアクシズのハマーン艦は、配下の艦隊とともに再び漆黒の闇に消えた。だがその野望はついえたわけではなく、暗い宇宙の片隅で戦力を蓄え、地球圏帰還の日を待ち続けるのであった。